東京都で今日新型コロナの感染者が新たに1344人確認されました。先週の月曜日より681人減って17日連続で前の週を下回り、1月11日以来およそ4ヶ月半ぶりに2000人を割り込みました。重症者は4人です。また3人の死亡が報告されました。